半魔家の本家の本物の貴族の半魔妖先生です。人間の上の生物の半魔妖先生です。ですね、今地球にいる人というのは、人間というのはね、まだ人間にはなってないんですけれども、非常に知能が低いんですね。人って人間ってね、ここは全部ね、非常に頭悪い生物なんですよ。で、私は人間の上の生物なんでね、教えられるんだけれども、とにかく話したり聞いたりすることは一人じゃ 100% できないんですね、一生。虫みたいにして団体で頭使わないと頭が動けない、話もできないわけですね。で、非常に頭のいいようにね、人間、私なんかの上の生物に話すんですけども、これはね、人間たちの団体の頭の頭脳をつけてるんですね。その喋ってる本人は全くパークリンなんですね。で、前にも話した700年後に分かるという程度でも 100% 分かったような感じで生きるわけなんですけれども、これは仲間のね、団体の知能をテレパシーでね、つけて話してるだけなんです、ね。虫と同じなんですね。虫って脳がちっちゃいんで、たくさんの大勢の生物とね、複合してまして、テレパシーで働いたり動いたりしてるんですね。で、それと同じように人間も虫みたいなもんで、どんなにね、ノーベル賞だろうと、博士だろうと、医者だろうとね、知恵遅れなんですね。知恵遅れというか、もっとひどいんですね。話したり聞いたりすることが虫と同じでできないんです、一人では。で、これは私とね、本物の貴族の上の生物、私しかいないんですけど、地球ではね、多く差があるん で、そもそもね、私よりか給料いいっていうのは、人間たちってね、マイナスなんですね。仕事しても賃金はね、マイナスに働きます。仕事してもね、人間っていうのは頭悪いんで。で、複合してね、テレパシー仲間として、情報を得て仕事をして一生懸命働いてはいるんだけども、全てマイナスなんで、給料は動くほどマイナスになるわけですね。月の給料ね、人間たちはマイナスなんですね。一銭も払えないという額なんですね。ぶっ壊したりミスったりするだけなんですね。これがね、今のその人間っていうのはすごく知能が低くて、まだ人間にはなってないですけど、今の人っていうのはね、そんなにひどいんですよ。で、テレビでも話してても、複合で頭しかちゃんとし難しい話もできないわけですね。だから難しい話をしないで頑張るというのは、頑張ってよく話すわけですけども、間違いが多くなるんで、特に女性でね、しっかりしてる人はね、そうやって話してるわけですね、 YouTuber でもね。というように、私とその人、人間たちの給料差っていうのは、もう私の場合はもう無限大なんだけど、人間たちの場合はどんなに働いたってマイナスなんですね。で、働かしても言うこと聞かないから、マイナスに働くんでプラスにならないんですよ。もう強制的にね、働かしてロボットのように働かすんですけれども、効率悪くて、人間よりか頭のいいロボットを作って働かすのが普通なんですね。だから人間っていうのは全く役に立たないわけですね。マイナスに働く生物で、話したり聞いたりも一人じゃできないんで、非常に知能が低いんで、大変私は地球に、私上の生物は私しかいないんでね、大変なんですね。で、人間っていうのは、人っていうのは単なる強肉食生物なんですね。強肉食生物っていうのは、盗んでね、働く、肉を食って生きるという生物なんですね。道具を使ってね、またね、ライオンとか違って道具使わないので、牙とか自分の持ってるものだけなんですけど、生えてるね。そうじゃなくて、人間の場合道具まで使うわけですね。それでテレパシーで難しいものが作れます。分かんなくてもね、テレパシーが敏感に働いて、仲間同士連絡が取ったりとか集合してね、高度なものが作れます。だから危ない道具なんか平気で作れちゃうわけですね。
そういうふうに人間っていうのは給料は全くマイナスなんですね。一銭も出しちゃいけない生物なんですね。どんなに働いても頭悪くて壊すだけなんですね。道具を使うんでよく間違いも起きやすいわけでない理由なわけですよ、ね、道具も使わないで、ね、普通の野生のように生きてくれればね一番いいんですけども、火も使っちゃダメ ね。そうはいかないんだけど、その難しい操作を人間の頭でしてしまうために道具まで使ってしまうんで、何でも仕事 やってもやらしてもマイナスの給料ということですね。これをよく知っていただきたい。で、それをどうするかですよね。で、人口が多すぎると人間たち ね。で、汚しすぎるということでね。で、今日肉食だからこっち攻めてくるわけですね。嫌だということでね。これを問題にしてましてね、私はね。人間というのはものすごい知恵遅れしかいないと、ね。どんなに頭のいいような話してても、団体で頭を良くしてるだけなんですね。本人はもう全くのバークリンというか、そういう動物と同じなんですね。犬や猿やと全く同じなんですよ。これをよく知っていただきたいということでね、販売用先生がね、教えてるんですけども、宇宙生物に教えてるんですね。話して聞いても人間聞けないから、ね、団体でも意味ないんですね。頭良くないんです。そんなに頭良く ならないんですよ。人間だけの団体の頭で100億人いますけどね、そんなに知能が低いということをね、よく知っていただきたいということですね。私だけは違うということでね、人しかないんですよ。私しかいないんですよ、地球にね。本物の貴族の上の生物っていうのはね、私しかいないんですね。ということで、人間は 100% 盗みで仕事するのが本業ですね、ということをよく知っていただきたいと。どうもありがとうございました。